それは結婚で学んだことはあるよ。いろいろね。そのさ、相手のことを覚えてるとかさ、そういうことはもう一切。俺と君との生活なんだから、またそこは一から始まると。それは知恵なんだから別にいいんじゃないの？いや、そういう、私はもう経験してんのとか、そんなの知らねえっつ。そんなこと言ってないじゃん。いいんじゃん。そうじゃない。そうもいい。それは俺なんだからね、そのです。変な風に、ね、先輩面濃くなってことよ。失敗してんだからよ、つって。そういうこと。ね、俺と、そういう俺と新たに、ね、ここ君も初めて結婚すると。別にいいじゃん、初めていいじゃないんだよ、いいんだよ、そういうことの気持ちでいろってこと。そんなのはさ、どうだってよくて、二人になるっていうことがさ、大切なんでしょ。だからここで出てくる前の2回の結婚のあれが俺はね、嫌なの。それただ単にやきもち焼いてるだけじゃん。やきもちじゃないんですよ、先輩じゃされんの。だってそりゃ先輩っていうか、それはさ、ジョーだっていろいろ経験してることは私はちゃんとリスペクトしてるじゃん。俺と初めてね、俺とは初めて結婚だよ。もう初めて、何もかもこれから初めてやることなんだと思えばいいの。そんなのでも幼稚じゃん、そんな初めてだろう。もうさ、50… 幼稚じゃんじゃないんだよ、だからそういうのムカつくんだよ。何が幼稚なんだよ。だって初めてじゃなくたっていいじゃん、もう。少女好き？ 今日はさ、私にやきもち焼かせたからさ、そういうことさ、言ってるって。やきもち焼かせたいってなって、焼かせたい。え、自分がすごい焼いてるから。え？だって一子は俺の一子だ。え？だって一子は俺の一子だ。俺の一子に勝手にさ、ね？手出したやつはそれ許さないわ。髪の毛一本前俺のもん。分かった。俺のものも全部分かる。だって一子は俺のために生まれてきたんだ。気づいてない？じゃあジョーは？ジョーは一子のために生まれてきた。じゃあなんで他の女のところ行ってたの？一子はいないから。どこ行ったら全然わかんないし。なんで探さなかったの？俺は嫌われてると思う。あんな別れ方っていうかさ、あんな最後じゃん。それで常に逃げられてたってことさ。もう普通こっち側は思うよ。ああ、俺のことは嫌いなんだ。なんかもう避けてんじゃん。なんだよ。最一度ぐらいちゃんと話はして、最後の話ぐらいしろぜって思ったけどさ、もう話すらできない。逃げるしさ。しょうがないな。しょうがない。それが要するに、ずっと、なんか引っかかってたわけよ。なんで理由がわかんないしさ。何もしてないんだけど。なんでみたいな感じのがずっとあって、なんで俺のあいつにこんな逃げられなきゃいけないの？それでさ、他の女に行くからいけないんじゃん。行くからって、だってモテモテマンのね、俺はさ、常に女がモテてたからしょうもないじゃん。こっちがダメならこっちだしょ、しょうがない。それで中途半端な恋愛しかできなくてさ、逃げ切らなくてさ。そこと違って俺はね、学生時代いっぱい口説かれたから。それで忘れられない人がいるからって。わかる？3回目だとか初回だとかって言うから話がこんがらがるんじゃん。だから俺と、ね、初めて結婚するような心つもりでいてくれって言ってんの。それブースかブースか言うからだよ。え？俺とね、だから初めて自分も結婚するようなつもりでやってくれって、前のこととかね、そういうの私はだから先輩じゃなくて、こうやってブチブチブチ言うんじゃねえってことよ。俺はこれとこれから一から作っていくんだってこと。俺はその相手じゃないし。そんなこと先輩面なんて言ってないじゃん、そんな。言うよ、絶対に。だからだ、私はそういう経験してるんだ。二度も経験してるんだからさ。言うじゃんか。結婚でね、そうじゃないのよ、とかさ。そういうのじゃないのよ、とかさ。なんだよ、それ。
そんな前のね、ことなんて知らねえよ。それはそいつとのことだろ。俺は違うんだよ。何それ。そういうことだよ。俺が。ちゃんともっとリスペクトしてくれる？私の人生を。こっちが言いてえよ。俺の人生もっとリスペクトしろっての。こんだけいろいろ経験してる人間もそうそういねえぞ。こんだけ経験ってだから知ってんじゃん。だから本でも書けばって応援してるじゃん。面白いから笑えるし。面白い。もう漫画みてえな、ドラマみてえな人生だよ。だからさ、こんなもったいぶってないでじゃあ、いや、いいじゃん、そんなの。私にはさ、何にもそれでさ、聞いてもさ、答えない時とかさ、秘密とかって言ったりさ、何それ。面白いじゃん。それ全部沸かさないのが面白いじゃん。その一個がブーブー、なんかブルブスってするのがまた面白いし、焼き餅焼いてる。焼き餅っていうんじゃなくてさ、何これって思うじゃん、そんな。そうだね、ジョーのすべてを知ってたい。ジョーは私のものなの。じゃあ私がそういうふうにしたらどうなのよ。え？なんか言いたくないんだなと思うよ。じゃあいいんだ。だって全部別に俺言えとは言ってないじゃん。言いたくないこと、過去のことはね、はっきりどうでもいいなって言ってんじゃん、俺は。じゃあなんで聞くの？聞いてもこと嫌だったら答えなきゃいいじゃん。ちょっと興味があったから、ちょっと思ったから聞いて、ね、でも答えたくないんだったらさ。全部そんなの乗り越えてんの。何が？え？過去のことなんてもう終わったことだからもう乗り越えてるし、別に普通に言えんのよ。で、それで俺が言うとさ、ちょこっと言うとさ、ね、何その15歳のどの子とかさ、プチプチ言うじゃんか。言わないよ、そんな。言ってんじゃん、今だって。全くそんなこと言ってっからさ、俺も、なんだよ。言えってとか言ったのに、なんでまたの子から。下手にちょこっと言って、途中から言わなくなるから、何それって思う。あんなんでね、あんなことでね、ブーブー言ってたら、もうそんなの全部言ったらどうなんのって感じ。え、だいたいそんなくだらない情のさ、恋愛のさ、なんかさ、ことなんて別にさ、聞きたくないけど、でも話の流れでさ、なんか、こうだったのみたいな素朴な疑問を持った時は別に普通に答えればいいっていう、それだけじゃん、別に。そんなさ、それでさ、それだけがさ、知りたかったのに、また余計なことさ、ぐだ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 言うからさ、何それ。聞きたいって言ってたじゃん。なんで私は言ってるって言うからさ、俺だってそんな言うこと言われたら同じやろなと思うな、よくねと思った。そんなこといつ俺が聞いたもんだろう。え、ちなみにね、その時ね、なんとかって言ったのだから、だどうそんなこと全く聞いてないじゃん、俺が何言おうが、トムが何言おうが、どうしようが知らねえよ。要するに、それは君の勝手な解釈だ。要は、子供がいるかいないかのぐらいの違いで、子供がいるから旦那の話もしなきゃいけない、そんなことはない。でもそれは私の人生なんだからさ。だけど俺はその今からの相手はそんなの聞きたくないし興味がないって言ってんじゃん。じゃあ話さないでしょ。じゃあ知らないって。会ったこともないし、写真でしか見たことないし、子供たちのね、父親本当は父親かもしれないけど、今後も会うつもりもないし。何十年も前だから、それこそさ、ジョーがさ、写真見たぜなんて言わない限りさ、そんなことも私も覚えてもないしさ、ああそうだ、そういえばそういうことあったなって、逆にジョーがいろいろ思い出させてくれてさ、なんかさ、それってなんでね、写真持ってるの？そんな人をなんで子供もいなかった人なのさ、そんなこと言ったら恋愛でやってるのと俺が他の人の写真を持ってるのと一緒ってことになるさ。別に私構わないよ、それは。もう俺もないけど。ペロなんて言ってないじゃん。それは多分選択だからさ、別に。それは選択。でも俺は、ね、そんなものをいつ見るんだってことだ。そうで、だから見ないよ。だから見ない。見ないんだったら必要ないんだから捨てりゃいいんだよ。もう過去なんだから。で、そこの写真に写ってる人はいないんだから。残すってことはいずれまた見たいってことじゃん。違う違う、忘れてるだけ。もうそんなことに気がいかないの。
そういうことだよ。